三連複は1着から3着までの3頭の馬番号の組み合わせを順不同で当てる勝ち馬投票権です。このレースでは4番、5番、11番の組み合わせが的中です。大井競馬場の8レースで4番、5番、11番の3連複を100円で購入する際の書き方です。こちらのライトカードを例にご紹介いたします。上名欄の多いレース番号をマーク、識別欄で3連複を塗りつぶしたら1等目の欄で4を塗ります。2等目の欄では5、さらに3等目の欄で11を塗ります。最後に金額ですが、100円の場合は金額欄の1、単位欄の100円を塗れば記入は完了です。集中した場合の払い戻し金額はご覧のように表示されます。こちらはすべて100円に対する払い戻し金額です。三連複の払い戻し金額はこちらです。三連単は1着から3着までに入る馬番号を着順通りに当てる勝ち馬投票権です。このレースでは1着が11番、2着が4番、3着が5番、この組み合わせのみが的中となります。大井競馬場の8レースで1着11番、2着4番、3着5番の3連単を100円で購入する際の書き方です。上名欄の多いレース番号をマーク、識別欄で3連単を塗りつぶしたら1着の欄で11を塗ります。2着の欄では4、さらに3着の欄で5を塗ります。最後に金額ですが、100円の場合は金額欄の1、単位欄の100円をマーク、投資額を500円にする場合は金額欄の5、単位欄の100円を塗れば記入は完了です。的中した場合の払い戻し金額はご覧のように表示されます。こちらはすべて100円に対する払い戻し金額です。3連単の払い戻し金額はこちらです。